陣内智則はケンコバがふざけて陣内のメガネをフライパンで炒めたら勝手にガス使うなと怒った。学生時代もみあげを伸ばしていたが散髪屋で剃られたのでマジックでもみあげを書いて投稿していた。ノックすると電流が走るペンに引っかかった人を見て大笑いし、この話をメモに取ろうとそのペンをノックし観念した。陣内はサングラスを購入し帰ろうとした時、押しボタン式のドアにぶつかりサングラスを壊した。品川商事の品川と目黒で飲んでいた際、品川で目黒と飲んでると言った。成人式の MC で新成人が壇上に上がってきてビンタをされたので、何してんねんお前らいくつやと切れた。陣内は東方神起のことを、東方神興という演歌歌手だと思っていた。マリオカートに没頭しすぎて屋外にいると思い込み、床に唾を吐いた。